今回はファイナルカットプロでの360度 VR についてお話をします。皆さんご存知ですか？ファイナルカットプロでの360度 VR がなかなかいい感じなんです。どうしても360度 VR の編集イメージは遅くて面倒ってイメージがありますが、ファイナルカットプロではアップルシリコンと相まってなかなか高速です。きっと興味を持ってもらえると思います。まず通常の360度 VR 編集ですが、エクイレクタングラーの素材を編集できます。ただし残念ながらダブルフィッシュアイなどの素材からステッチする機能はありません。360度 VR 用のタイトルフィルター機能もありますし、360度 VR 空間に静止画像を配置する機能もあります。それらをキーフレームでアニメーションすることも色調整をすることも可能です。エクイレクタングラーの素材を用意します。今回は5年ほど前に撮ったちょっと古い素材を用意しました。これをファイナルカットプロの360度 VR のプロジェクトに組みます。360度ビューワーでプレビューを表示します。デフォルトになるカメラの向きを設定します。プレビューでのカメラの向きの調整はあくまでも視聴者の設定であり、今回のデフォルト向きを設定します。VR 空間に静止画の印を配置します。緯度、経度を使って矢印の位置を設定し、回転を使って向きを設定します。次に 3D タイトルを配置します。これも方向ツールを使って設定をします。回転も使って、もちろん作った内容はムービーとして書き出すことができます。次はリフレームの混在です。ファイナルカットプロは360度 VR 素材を通常のビデオフォーマットとの混在ができます。故にファイナルカットプロではリフレームされたカットを入れ込むことができます。リフレームされたアングルは変更を調整することができます。
キーフレームアニメーションもできます。ここに同じアメコの映像があります。 4K60p のデータです。カメラはパナソニック BGH1 です。360度 VR のデータをクリップとして配置します。ただこのままだと映像の向きが逆なので向きを直します。複数のカットに切り分けます。それぞれのカットに向きを与えます。いかがでしょうか。こんな感じで簡単に編集に取り入れることができます。後ろにクリップを追加して Panasonic の V6 で撮影したものなんですけども、RAT を適用していないので適用してあげます。まあ普通の編集ですよね。次は360度 VR にいるマチカム編集です。360度 VR から生まれた複数アングルを使っての編集です。リンクを使って呼び込まれた素材ならば無駄なデータ量を使わずに複数のアングルを生み出します。この方法の欠点としては残念ながらカット編集後のアングルの調整ができないことです。360度 VR から生まれた複数のアングルを使ったマルチカム編集です。360度 VR 素材をアングルの数の分だけイベント内で複製します。複製したクリップをまとめてマルチカムクリップを作成します。ここで注意するのは360度 VR フォーマットではなく通常のフォーマットを選択します。見てみます。アングルビューを開きます。マルチカムクリップを開きます。アングルごとにカメラの向きを設定します。右側のアングル、
アングルを選択してから方向ツールで調整します。左側のアングル、進行方向へのアングル、これはどうでもいいや。通常のタイムラインに戻ります。再生しながら好みのアングルをクリックしてカメラを切り替えていきます。通常の 4K クリップを追加します。まあこんな感じで普通の編集ですね。まとめです。どうでしょう、350度 VR で設定するとどうしても VR で編集しなくてはいけないと思いますが、必ずしもそうではないと思います。 Final Cut Pro と1つのカメラで複数のアングルを作る360度 VR カメラなら旅行中などのふとした時の Vlog にも便利なものになるでしょう。今回も皆さんのクリエイティブワークのお役に立てれば幸いです。